ロード第13節1戦目。さあ、そしてバッターボックスには中村が入っています。さあ、ツーアウトながら得点圏には追加点となるランナーを置いています。まだ序盤ですし、リードは大きいに越したことはないですから、ここもしっかり得点しておきたいですよね。なるほど、そうですよね。高めのボール、ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナー、ホークス1点追加します。センター期待に応えるバッティングを見せました。点差を広げます。まあ、こうなってくるとチーム全体が乗ってきますよね。打順はトップに帰って上林、今日はまだ当たりがありません。ここもしっかり打ちました。取りました。一塁アウト、スリーアウトです。バッターは3番中村。先ほどの打席でヒットを放っています。フォアボールのランナーが出ています。ファウルになります。ここはゲッツーを取るようなピッチングが理想ですね。なるほど。さあ、そういった配球で攻めてくるのか。引っ張った、ファーストの横抜けました。ホークスピンチになりました。